ボルガドン運河は、ボルゴグラードの南、クラスのアルメスク付近から始まり、少し南下した後北西へと進み、ボルゴドンスコイ付近の貯水池に接続する。ボルガドン運河は、ボルガ川とドン川を最短距離で結ぶ運河である。水路の総延長は 101km で、そのうち 45km が川と貯水池である。この二つの川の接続は、はるか昔からの課題であった。 1569年には、オスマン帝国の大最小ソコルルメフメトパシャにより、対ロシア諸国及び敵対するサファビー朝を建成するため、艦隊を国会からカスピ海あるいはボルガ川流域に送る目的で、初めての運河建設工事が行われたが、工事の難航と莫大な公費負担による財政悪化のため挫折した。また17世紀後半には、 ピョートル一世が建設を試みたが未完成に終わった。その後、いくつかの計画が考え出されたが、いずれも実行に移されることはなかった。実際の建設が始まったのは1941年から1945年まで続いた大祖国戦争の前で中断があった後、1948年から1952年に完成した。 この期間中に運河と付属施設の建設に携わったのは特別に組織された強制収容所に収容されていた囚人である。1952年までに現場で従事する強制労働者の数は10万人を上回った。この運河が完成したことによりヨーロッパ側のソ連における統一的な輸送機関システムの重要な一部となった。ボルガ川とは ボルゴグラードの南で接続され、ドン川とは、チムリャンスク湖で接続されている。高室が一つある拷門が全部で13基あり、ボルガ川からドン川に向かう場合は、9基で88メートル、上って4基で44メートル降りる。運河に設置されている拷門の大きさは、ボルガ川のものよりも小さいが、総トン数5000トンまでの船舶が航行可能である。運河で使われる水は、 ドン川から3基の強力なポンプ場を経由して供給されていて、この水は灌漑にも使われている。ドン地域からボルガ地域へは、ドネ地区からの石炭、鉱物性建材、穀物などの貨物が運ばれ、ボルガからドンへは材木、高鉄鋼、石油製品などの貨物が運ばれている。どちらの方向にも観光船が運航されている。ありがとうございます。